先生さんこのね小さなフィギュアなんですけどもこれずっと私こういうのに興味がなかったんですよね50年間ぐらいで50を過ぎてこのフィギュアでもね可動系フィギュアっていっていろいろこう動くんですよこれに至っては指とかねつま先まで動くんですよねこれ丈太郎くんですけどでいろんなアクションができてで空中でこうやって飛んでるところとかねこう学ランがバーっと宙に舞ったりとかね でこう腰もこうひねったりとか蹴りがこう動いたりとかねするんですよでまあ高いんですよ結構このフィギュアってこういったあの、まあ、女の子のフィギュアもあるわけなんですけどどっちかって言ったらこう女性をかたどったフィギュアが売れている傾向にあるみたいですけどね、うん、なんかこんなんね結局、まあ、一部のちょっとこうねよくわかんない人が買ってるのかなと思ったんですけどもまさかね自分もこういうのにねこの年になって興味を持つというのが。 すごく不思議で。というのが、というのがね、吉田さん、このフィギュアのその写真を撮るのが面白いんですよ、案外。そのモデルさんを雇ったりとかして、あのリアルなね女性とか男性を雇うと結構厄介なんですけども、そこまでのことを求めてないんですよね。でもこういったフィギュアでいろんなこうアクションを撮ってもらったりとか、いろんなシチュエーションで切り取った写真をね、いろんなエピソードを作る。だからこれは、多分ラブライブ!」っていうアニメでしょ。これが柔道の決めなの冒険でしょ。実際は 触れ合うここととののなないいい人がドラマを作っっってててくか面白いなと思ってだからそう同じ体格のものとか逆に全然違う体格のねものを作ったり使ったりするんですけどもなんかファンタジーですよねこれと今度ね車を組み合わせてもいいかなと思うんですよこの遠近法で、まあ、車を随分後ろの方に置いといてそれでキャラクターをこう被せていくとかねで1枚ずつ写真を撮ったのをこうつなぎのストーリーみたいにして場合によってはセリフとか演出を テロップをつけたりとかしてねで YouTube にアップするみたいなのも出てくるんで,でずっと興味や価値がないと思っていたもんにちょっとしたふとしたきっかけで価値や興味を持つことってあると思うんでうん例えばこの、ね、さんまさんの話吉谷さんされてましたけども誰の目にも触れずに何の関心も持たれなかった絵なんだけども明石家さんまさんがこれやぞって言った瞬間に手に取って明石家さんまさんが意識したって瞬間に価値がついたりとかねするわけなんですよね。だから 本当なんとななか面白いよなーと思いよ思ます、いろいろとであの最近ねあの1970年代に流行ったスープラっていうね70年式の,そのトランザムにそっくりなやつがあるんですけどもそのスープラをちょっと、えー、見ることになったんですけども、まあ、今この令和4年の時代まで残ってる当時の車って非常に状態がよくってノーマルに近いものが多いんですよねスープラに限らず。だかか、ら逆に、その20年目とか そのあたりですかね中古になって20年目とかで二足三門になった時って最もなんかこの廃車になる確率が高いのかなと思っちゃったりして私のセルシオもそうなんですけども確かに走行距離は15万キロとかいってるんですけどもでもその他の状態ってほとんどパーフェクトなんですよだからこそ中古市場で生き残ってきてそれが再販になるっていうことだと思うんですけどもね状態が悪かったらもう部品取りになっちゃったりとかそもそもオークションに出なかったりこれはもう市場価値がないから10万円でも売れねえよみたいな感じで。 そののままねねあの手つくずになったりすると思うんで、ね、だからどういうふうな経緯をたどって価値を持つかってほんと何か私もねだから久しぶりにセルシオに興味を持って買ってしまったというところもありますしそれまで何の価値も見いだせなかったものに急にね価値を見いだしたりとかしてで私の場合ラッキーなのはブームが過ぎて自分の興味を持つんで結構何でもかんでもねあの 自分の個人的な価値は高いんだけども市場の価値はすごく低い時に買うんでこのなんかねバランスがねすごく得してるなと思いますよねうんだから人気の時に自分が興味を持っていないっていうねうんだからま,あまさに価値っていうのは受け取った人が決めるんで発信者としてはこれはダメだろうって思ったものでもちょっとね出してみるとか興味を持ってみるとかそこにあのアップロードのコストがかからない限りは何でも挑戦してみるとかねうんでさっきの,その何にも 言葉も喋ってないし何でもないような何の意味があるのみたいな動画がありますけどもそれはね私が決めるんじゃなくて受けてが決めるんだろうなと思いますうんだからその人生にねどんなあの人生は何ですかって聞いてそんなこと聞いて意味があるんですかってまさに意味をつむぎ紡ぎ出してますよねここまでで私にはですね,そのね堀江さんに直接質問したことのない質問したわけでもない私の方もなんか意味を持って日々を過ごしてるなと思ったら、まあ、今度堀江さんに会ったら言っときますけどもあの質問むちゃくちゃ意味ありましたよみたいなね あ、そう、みたいな感じで言われそうだけどね。<laughs> うん